この中を冷やしたり、カビを冷やしたりするんですけど、長期的には結局これ熱持ってくるわけですよ。で、お前さんおっしゃったら、だから、この熱を海水に、本当はここで回してるから海水に出してるんですね。で、こいつが今死んでるわけですよね。全体がね。生きてないんですよね。それが問題なんです。もしそれが、だからこういうものの代わりに、こう、もしここで入れるんだったら、出てくるものに対して、汚れてますからね、そのまま出せないから、熱交換、このちょっと腹水とも同じなんですよね、はい、その地上規模のものを作ってそれで対応したらどうだろうっていうのが小村さんのアイデアだと思います。うん、いずれにしてもこの冷却、こちらが冷却しないと、そうなんです、22冷却しないじゃないと全部排出する、はい、汚れたんですよね、はい、それでその圧力容器の中の水位ですけど、今どのくらいが分かる、データ変わってないわけですよね、はい、2.3 とか 1.7 とか、はい、燃料のトップから 2.3 メートルか 1.7 メートル、そのあたりほとんど変わってないですよね。でそれは1号機、2号機、3号機、ね、それぞれがそれで変わってないんだもんね、はい、そうするともう炉心は出てい、燃料は出ていって、だからそのあたりが信じられるかどうか、はい、ああ、なるほど。もっと言うとその計測方法はどういう方法の計測によっているのか、でそれによって何が分かっているのか、で2つある水域はそれぞれ別の値を示しているということは、それは何なのか、そういうことが分からないと答えられないんですね。同じ圧力容器の中で水位が違う値になっている、はい、そうすると、まあ、それがどういうことによる差なのかですね。あとは圧力もそうですね、はい、圧力っての同じ空間の圧力に2箇所って圧力があるなんてありえないんですよね、基本的に。それはだいぶ違いますから、そうすると本当にそれ正確なのか、どっちが正しいのかって問題ですよね。うん、そういうふうに思います。まあ、もう最悪の、うん、その2つとも壊れている可能性もありますよね。うん、はい、そうすると、やはりその圧力に関しても、うん、本当に正確な情報を東京電力が、はい、把握しているということは、それは一生懸命推測していると思いますけどね。ただ、把握できているかどうかは分かりません。ただ、一点あるのは、スリーマイルともそうですけど、事故というのは、そういうセンサーが行かれるんです、大体。で、原子炉も、スリーマイルともまさにその同じだって、原子炉の中の水位が分かんなかった。で、水を入れたからいっぱいになってると思った、ポンプ。非常用冷却にこうやってたら。そしたら上から、圧力逃がし面からずっと水が出てて、で、もういいだろうと思って止めちゃったら空だけになった。そのまま気がつかなかった。そういう事故ですよね。そうすると、今の状態って何なのかっていうと、まあ、温度の若干その外から出せる温度があるんでね、少しあるから、だからちょっとまあ分かるかなと思うんですけど、要は正確に水位がどうだろう、そういうことに対しては全く分からないというのが現状ですね。小倉さん、この、まあ、たまた水なんですけど、基本的にどこから来たっていうふうに考えられるんでしょうか。それがまあ私にははっきりとは分かっていないんですけど、可能性としてはまあメインの配管としては蒸気配管ですね、主蒸気、主蒸気っていうんですけどね、タービンを回すための蒸気配管を主蒸気っていうんですけど、主蒸気配管、それからあとは水を原子炉に戻す給水配管っていうんですけどね、これはまあメインの配管ですけども、うん、他にもラインは分岐したら、例えばバイパス配管、蒸気をバイパスしてですね、はい、タービンを通さないで腹水機の方へ戻すバイパス配管とかいうのもありますし、はいはい、それからですね、まあちょっと何ともないんですけど、実は空調系のダクトっていうんでしょうかね、はい、天井の上というか床下というか、そこに厚さ2ミリぐらいの鉄板で四角いですね、はい、空気を導くダクトというのがあって。でそういうところに入った水がずっと何て言うんでしょうかね、思わぬ遠いところまで来て、
そしてダクトっていうのは吸気口とかの排気口っていうんですか、ところどころにあの窓が開いててですね、建屋のあのところに出たり入ったりもするわけですね。だからそういうとこから床にこぼれて、そしてその床にこぼれたのがタービンビルの方に流れていくという。ごめんなさい。まあ、そういうね、はい、だから配管ではなくて、はい、流れてくる経路もあり得るということですね。はい、そうすると可能性は本当にいろいろ考えられて、まだね、他にあるのはね、部屋の隅っこのっていうか、まあ、いろんな部屋にね、はい、水がこぼれた時にそのお風呂場の排水口のような、はい、あのものがありましてね、はい、その部屋で何かメンテナンスをした時に水がこぼれたら、はい、それがたまるんではなくて、はい、その部屋から排出するための、まあ、ドレン配管っていうのがあったんですね。ドレン配管っていうのはあのいろんな部屋のドレン配管がつながってるんですよ。あの全部そう、いろんな部屋のところに排水口があって、はい、でそれがあの下の方ではつながってるわけですね、はい、で廊下なんかもあるわけですよ、はい、あのそういうのね、はい、でそれが例えばある部屋で水が溜まると、はい、他の部屋に出てくる、溢れた場合には、はい、そうすると廊下かなんかの方いわゆるね、はい、そういうところにも水が溢れて廊下を伝ってたびたび建屋の方に流れてくるとかね、はい、まあそれは現場を見ないと、ああ流れているなっていうことは断定できませんけど、はい、まあそういうね、はい、いろんな経路が考えられる中でここだということが今の段階では言えないですね、はい、今いつも皆さんにお示ししているようにはもうちょっと詳しい仕組みの図があります。それで、例えばここにいつもの原子炉圧力容器があってタービンがこちらにありますが、例えば本当は高圧タービンとか低圧タービンとかいくつも並んでて発電機につながっているわけですね。でここで使ったものを基本的には戻していくっていう構造なんですけど、ここに蒸気のバイパスとかってあって、こちら側からも途中から抜くとかそういう、はい、その辺ちょっと簡単にいつもと違う説明をもしお伺いさせていただけたら、蒸気の流れとか、はい、ちょっと触れたのを、はい、バイパスラインというのはここですよね。本来はそのこういうふうに蒸気が入って高圧タービンを通り抜けて低圧タービンに通って、まあ、はい、同じシャフトですから、はい、まあ、両方高圧と圧の蒸気が協力して、発電機を回すというそういうあれですね。それで、まあ、このバイパスっていうのは要するに原子炉が停止するときにですね、こちらを閉めますとね、そして全部閉めちゃうとここの圧力がそのうっと上がっちゃって、そして安全弁が吹いちゃうと、でなるべく安全弁は吹かせたくないわけですね。開けないようにしないと、こちらはまだ発熱してますから、はい、止めてもね、制御棒入れてもどんどん発熱によってここの蒸気が発生して圧力が高まってくると、はい、そして安全弁が吹いちゃうとですね、安全弁のを通り抜けた蒸気はサプレッションプールの方に行っちゃうもんですから、なるべくそういうことはしないで、はい、ここからバイパスからこちらへ抜いてですね、こちらが、はい、要するに生きてると、その例えば地震とかなんかで、はい、ここがストップしてないと、はい、という場合にはここで十分冷やせますから、はい、ここへバイパスをしてですね、はい、直接タービンに行かないで、タービンはもう発電をやめてるという時にはここへある程度逃がして、はい、そしてだんだん徐々に出力を下げ温度が下がってくると、はい、そしてある程度15キロぐらいの圧力までこれが下がってくれば要するに残留熱除去計がここに、最初は70気圧ですよね。そうですね、70気圧が通常運転している、はい、いわゆる
発電をしている時は70キロぐらいなんですけど、止まる時は徐々に徐々に冷却しながら圧力を下げていって、ここに出ています。これはないな、これありますね。この残留熱除去系で今度は、あの冷やす、こちらはね、使わないで、こちらだけでこう冷やすと、そしてあのいわゆる何ですか、冷体停止ですね、そういうふうに持っていくという、そういうそのため、まあ、バイパスラインがあるということですね、まあ、そういうことです。ちょっと追加してください。はい、お願いします。あのいつもと違う、もうちょっと詳しいのを教えてください。ここ全部はないんですけど、いつもご説明してるように格納容器はこうなってますよね。でこれプラスコンタになってません。マークス型というの別の形式ですけど、機能は同じですの でここに試乗機ライン、今のご説明の試乗機ありますね。でこれが行って複数機で冷やされて水になって戻ってきて戻るわけですね。でここに弁が、これバルブなんですね、いっぱいついてる、これを隔離弁って言うんです。特に試乗隔離弁といって、写真があればお見せしたいんだけど、後で、まあ、今度機械を見て、非常に大きな弁です。ちょっと斜めになってズボーンとしゃがむんですね。で事故があると、配管も非常に大きな配管です。これ蒸気がずっとこいつを遮断するわけですね。それで事故があると、ここのここで遮断して、それで閉じ込めるわけですね。そういう機能を持っている。これがあの試乗機配管だけじゃなくて、他のところも全部基本的には遮断する、隔離するって言うんですけどね。そうすると隔離すれば、何かあってもですね、放射能をこの中に閉じ込めますのでっていう意味なんですね。それであと問題になりますのは、ここで何らかの先ほどの試乗機逃がし弁っていうのが、もしここを遮断して圧力がぐんと上がるとですね、この試乗機逃がし弁を吹かないと圧力が上昇しちゃうんで、ズボーッと吹いてこの格納容器の中のサプレッションプールにですね、吹き出すんですよ、ズボーッと。あのこの形の場合は十字になったらですね、マークワン型の第一福祉の時にはあの T 型になってますけど、先っぽのに直径数十センチの太さのこう配管のこう端部を止めたような T 型をしてるんですけど、そこに穴が開いてるんです。そこから吹き出すみたいな。でここで水で凝縮するんですね。でその時に問題になりますのは、格納容器がですね、格納容器のこの吹き出していった時に、何回もこれ吹いてるとこの水温が上がってくるんですよ。で水温が上がってきて、格納容器の圧力温度が上がってきますので、それを長期的にはあの海水を持って冷却していかないとダメになるんですね。最終的には海のですね、そこのところが、まあ、あの海水系、つまり外側の、冷却ができませんから、次第にここの隔離されてるんで、ここだけで熱がどんどんヒートアップしてくる。これが格納容器が限界に達する理由なんですね。でここの時にその圧力温度が上がった状態で、さらにこの炉心が溶けたりするとまた出てくるんで、それを格納容器に溜められなくなるから、あの例の弁とすると、まあそんな格好ですね。はい、それであの先ほど小倉さんの小倉さんのお話に、あのドレンという言葉があったんですけど、皆さんそのドレンというのはちょっと初めて聞く言葉なので、どういうものでしょうか。ですね、まあ、要するに排水という意味を、まあ、英語だとドレインというだけの話で、まあ呼びやすいから、技術部門というか設計部門ではドレンドレンとこう言って、でそのための例えば水抜きの時、例えばポンプとか熱交換器とかその他容器で排水する時は、そのバルブを開けて、ドレンするわけですけど、そのバルブのことをドレン弁というように、もうそれはもうに、まあ言ってみればテクニカルタームとしてはもう日常よく使う言葉です。それはドレンというのはもういろんなところから出てくるという、もう配管にでもポンプにでもみんなついてるんですけど、はい、もうあまりにその数多いから、その今のこういう概略図にはもう書かないで省いてあるわけですね、
すが一つ、私の方から一つちょっと小倉さんにもお話聞いた方がいいと思ったんですけど、ですね、昨日だと思いましたけど、外から電話で質問がありましてね、漏れる経路の中にポンプとか、タービンとかですね、その回転機械とかそういうもののシール部分実験とかそういうところからも漏れる可能性がある。特に高圧であれしてる場合にこう運転してる時にあんまり漏れないけども、止まった後に相当な量のものが漏れると、そうするとそういうものが、まあ、何らかの路心から出てたりすると、そういうところの経路から出てる可能性があるんじゃないかと、ある技術屋さんからね、話が指摘があったんですね。でちょっとよく分からなかったんですけども、もし仮にその経路こちらの方向と、例えば市場系はここがからタービン系ですか、あるいはどっかのポンプのラインに、一時系 その汚れたやつが入る状態で格納容器をね、隔離ができてないということだと、そういうここからは漏れるかな。ただ量的にちょっと分からなかったです。それはいかがですかね。結局そのつながっていてもですね、配管がつながっていても、その原子炉の水位とその配管のその開口部っていうんでしょうかね、その市場機配管の原子炉圧力容器の開口部っていうんですか、入り口っていうんでしょうかね、出口っていうか、そういうところのその水位とそういう配管が出てるところの高さ関係ですかね、そういうものをよく確かめないとはっきりしないし、で水のよりももっと低いところにあるパイプですね、そのパイプがどっか切れていると、さっきの大地震でですね、まあ、細い配管でも何でもとにかく切れているというようなところがあれば、それは注入した水がどんどん漏れていくというね、うん、そういうことになるんで、それも今の段階では想像をね、するしかないんで、だけどとにかくその流れていく経路がいくつかある、複数あると、でその結果タービン建屋の、最地下、まあ、階に溜まってるということでですね。ちなみにこれ、いつもお見せしているよりは少し詳しい系統図ですけど、実はこれめちゃくちゃ簡素化されてまして、これのよりもはるかに配管の数ですね、システムとしても大きいので、ね、それだけちょっと付け足しておきます。それで、まあ、初めて見た方は びっくりしちゃうぐらい、その簡素な図だといってもたくさんあるんですけど、ちょっとだけもう一度確認させていただくと、結局この熱、ここのもし圧力容器で熱が高くなってしまっていて、まあ、サプレッションチェンバーの方に吹いて、そうするとここが高くなってしまった、水温が高くなってしまったんですね。そうするとここも冷やさなければならないので、そうですね、ここを冷やすのがこの、別の回路を持って、残留熱直系という熱の回路を持っているということですね。とここの熱を取るためにこの、水を回すことと、それからこの熱をまた取るための水を回すっていうことが2つ重要です。そうですね、はい、ですからこの圧力容器からの熱の除去および今度はこちらからの熱の除去というのが必要になります、長期的にですね、はい。それからこれずっとこの系統も、はい、こちらつながってるでしょ、はい、薬管につながったり、まあ、あと回収系統の、ね、系統はちょっと書いてませんけどね、はい、でこの残留熱除去系もこれ最後、海水でそうですね、どこで聞かせてもらうか、経路はあっちですよね、もう一つの系統です、あれですが、まあ、ちょっとここには書いてありますこれ、ここには書いてありませんけど、ここの熱交換器、まあ、ちょっと説明してありませんが、これが熱交換器で、この流れに対してもう一つ海水の冷却水が入って出ていくと
いう回路ですね。海とこの熱交換器の間をこういうふうにこう循環するあの配管がありまして、それが残留熱除去海水系というのがあって、そこには海から水を汲み上げるポンプもあると。でそういうふうにここを冷やすためにはいくつもの動的機器が健全でないとあの冷やせないというね、そういう、まあ、システムになっています。あ、だからもうあの地震津波に対して一体どこがやられているのか、どこを直せばじゃあ機能冷却機能があの回復するのかということがね、初めてわかるわけですね。だから今その現場でどこが、例えばこちらの海水ポンプのモーターだけが壊れているのかということならばモーターを直せばいいわけですし、それから海水配管がちぎれてっていうか切断されているならば、あ、その配管を修理しなきゃならないと。だから今ここでどうすれば回復するのかって判断しづらい状況にいます。あの今、大村さんから少し難しいテクニカルタイムが出たので、あの動的機器という表現がありましたけど、あのちょっと補足させていただきます。ポンプとかモーターとかですね、動力を使って動かすものを原子力では動的機器というふうに表現しています。その意味するところはですね、基本的には電気で回すなり、まあガソリンで回すなり、どういうジーゼルですか、ジーゼルのように軽油で回すなりしても、いずれにしてもエンジンといいますか原動機の動力がいるんですね。動力がいるというものはその燃料とかそれに元になるやつを遮断されたら止まるわけです。そうすると動的な機器というのは地震とかそういうことが来た時に気をつけないと機能を失って止まるというのを心配するんです。それですからできれば動的な機器が止まってしまっても、このパッシブっていうんですね、パッシブっていうのは例えば重力でそのまま上に水タンクを置いてそこから水を落として動かすとかね、そういう、自然現象を直接使ったあの機能を持って安全系を動かすのは本当はいいんですね。ですからそれ非常にあのエネルギー的にも大変だしコストもかかるということから、なかなかあのほんの一部を除くと採用実際できないんですね。ですからあの、重要なポイントとしてはあの動的機器というものの、逆に言うと耐震設計上ですね、地震の時には動的機器の機能維持っていうんです、難しい言い方しますけど、地震が来た時に働く、地震が来ても揺れてもでもそのポンプは働く、これを動的機器とかそういうのあの働くと言いますね。で特に、まあ、あの今言ったそのポンプですね、ポンプなんかは非常に冷却用のポンプ大事ですから、その動的機能維持というのが非常に耐震設計には重要になると、そういう意味です。はい、ありがとうございます。あのそれではあの昨日 の, あの集会の時にあのご紹介できなくちょっと待って、はい、ちょっと回線が弱くなって、ちょっと、はい、昨日の残りの質問をちょっと続けます。今音入ってるんですか、音下げますね、音消しますか、ちょっと消していただきます、はい、ちょっと待ってください、下げたらいいの、
介いたします。それで後藤さんとか小倉さんへのですね、インタビューが外国のメディアが大変たくさん来ております。でこのネット中継もたくさんの方が外国で見ていただいておりまして、そして今日はですねドイツで見ている日本人の方なんですが、はい、質問が来ております。でドイツでは公共テレビでも早くから炉心溶融していることは間違いないと報じていましたが、はい、やっと枝野官房長官も認めたようですね。では炉心溶融の最悪のパターンである格納容器が壊れてしまうというケースについてですね、ドイツではアニメ化されて繰り返しニュースで使われているという状況があるそうですが、日本のテレビは全くそれを出していませんね。これは 100% ありえないと客観的に見ることができるからなのでしょうか。要するにありえないので日本では格納容器 破壊というか、そういったようなことはあまり報道されていないのでしょうかという、ご質問だと思うんですが、いかがでしょうか。昨日の資料の後ろ送っていただけます。少し溶けたやつ、炉心溶融の話を入れた絵が1枚作った覚えがあるんですけど、その左、その次、その次の次、37番、そうです、はい、それを開いてください。はい、ちょっとアニメっていうふうにはいきませんけれど、模式的に私が書いたものです。でなぜこの話をするかというと、今のお話、質問に対してですね、最悪のシナリオっていうのはもう最初から分かっているんです。それは一つはチェルノブイリ型ですね。あれは核反応の制御失敗しますから、そのままボーンといって爆発しちゃってるんですね。それでさらにその後この多分余裕して、それがさらに蒸気爆発なり起こして何回も爆発して、ああいう事態になった。だから放射性物質が飛び散ったんですね。で3マイルの時には日本の福島と同じで炉心が溶融して起こって、これが溶けた溶融物がこの落ちる1から2ですね、1から2に至る、この2に至る、これでかどうかというのが勝負問題なんですね。今まさにここでこれが溶けないでなんとか維持してるかなと、しかしながらどうも損傷してる可能性があると、こういう状態なんですね。でこれが抜けてこう落ちるということは、この熱が冷却できないとこのまま浸食してどんどんコンクリートになって、こういう話なんですね。でこれ自身はシナリオとしてはですね、可能性としてはあり得るわけでして、でその過程ですね、その途中の段階でここにちょっと書いてますけど、最悪のシナリオというのはどこかで格納容器の中はですね、実は水素を窒素を噴入しているので一般的には爆発しないんですね。ですのでもう加工状態で弁当したりいろいろやってきますと中に酸素が出てくる可能性がある。そうすると水素爆発の可能性が濃厚になる。それから溶融物がありますよね。これに水をかけたりですね、あるいはここに仮にプラント冷やしてますから下に水があったと、それにこの溶融物が落っこちると、ここで水蒸気爆発を起こすんですね。でそれは起こすんですねっていうよりも起こす可能性があるんですねというんですね。でさらにここで溶けたものがですね、こう流れてきますと、このもしそれ冷却できないと、ここで格納容器のシェルに接触するんです。これを格納容器シェルメルトするってですね、そうすると格納容器の破損モード、壊れ方ですね、仕方として爆発的にいく場合と、それからここに接触してメルトスルーする場合、それから再臨界、こういうその爆発的以外にですね、徐々に圧力温度が上がって壊れると、そういう壊れ方があるんです。それは加工事故のシーケンスの中には全部分かっていて、それにどれになるかというのを心配しているわけです。そのうちの選択肢の今圧力温度が上がっている状態、それが均衡状態にあるというのが現状なんですね。決してこういうのがエスラゴトではないんです。でこれらが怖いから、実は設計上対策を何とかしようとしてきているんです。それがうまくいってない行くかどうかというのは今、ね、まさに問われているわけであって、そのことを隠してしまったって全く意味ないんです。ただあるのは、今のここの溶けている状態が、それとこの圧力温度の状態から見ると、すぐにバッといくような状態にはなっていないんではないかと、多分このままうまくしたら冷却をしていくと助かるかもしれないと、そういうことなんですね。ですけど炉心が、多分これが燃料が
相当にやられてるのも間違いない話でって、スリーマイルより私はひどいんじゃないかというふうに推測してるんですよね。ですからその状態において炉心の余裕がですね、今頃始まるとふざけた話してもしょうがないんですね。そんなの一番最初から炉心余裕と私は思ってましたから、一番初期のですね、初期の段階からあこれは炉心余裕始まってるっていう恐怖感を持ったわけですから、そういうことは日本ではなんでそのことをやるかってことに言いますと、やはり心配するから、なかなか原子力のことを分かってない、分かっていただけない方にそういう心配のことを言ってはいけないということからあえて言わなかったんだと、そういうふうに見えますけども、それは私もそれは間違ってると思います。ちゃんと話した上で今こうだというきちんとした説明をすべきだ。でないと、例えば仮にですよ、仮に何かあって思わぬことがあってここで何か爆発起こったらどうするんですか。絶対ないって言えないわけですよ、ということが私には申し上げたいです。でただそのことをですね、ここはだかに言うことはですね、今危険が差し迫っているというほどの兆候はないんですよ。だからただしそれは安全である兆候、安全であるということを担保することにもならないんです。それが原子力の事故です。これは冷却しているから、はい、冷却してるから維持してると思います。それともう一つちょっとありますのは、細かく言うとこの熱がですね、だんだん時間とともに減ってきます。その時間、その熱の減り方とのせめぎ合いです。でもそうは言ってもこれは、水をかけなくてもいい状態にするまでは相当長い年月かかるんです。ですから、水を全くここに水なくて空だけしてれば、このどんどん容器が溶けてくる可能性をですね、があり得るわけですね。それを心配しているわけです。相当長い年月っていうのは皆さんどのくらいかっていうのをちょっと非常に質問が多いんですか。それ非常に分かりにくいんですけども、崩壊熱といいまして、プラント止めてからこの落ちていく、実はカーブなんですね。今ちょっとお出しできないけどあれなんですけど、パーセンテージから言うと相当もう今は2週間3週目ですか、ですから相当落ちてるはずなんです。コンマ何パーセントだと思いますけどね、そのくらいまで落ちてるはずですけど、それでも出てくる熱量っていうのは元がめちゃくちゃ大きいですからね、こういうその鉄をあるところを溶かすくらいの熱量十分にあるんですね。そうするとずっとほっとくわけにいかないから冷やしてるわけです。そういう関係なんですね。それともう一つはここで再臨界っていうのは起こりにくいとは思いますけど、何らかのこの溶けた状態があったりしてウランがあってそれに水が加わると再臨界って起こすので、まあ、特にこの落ちた後なんですけどね、そういうところで再臨界を起こさないかとかあるんですけど、そういう時に心配だからこの放散水を入れるということをまあやってるわけですね。でそれは可能性として非常に極めて少ない可能性の話も含まれてるんですね。ですけどそういうことがあり得るというのもまた事実でありまして、ですから事故というのはそういうことなんですね。ある偶然が重なり合って起こる、起こらないようにしようと思うけど、それを確実に防ぐ手立てを持ってないと怖いというのが事故なんですね、というふうに私は理解します。それでよろしいでしょうか。はい、なんか時間のご質問で、その例えば水蒸気爆発とか蒸気爆発とか、はい、そういうもので格納容器が爆発するという時には、はい、そういう爆発があった時、この建屋だけの問題にな、一つの建屋だけの問題になるのか、他の施設への影響が出てくるのか、爆発の規模によるんで何とも言えないわけですけど、格納容器が爆発するようなことになるとですね、この例えばある何号機関がそういうことが仮にあったとして、隣が行くような規模の爆発っていうのはちょっと考えにくいんですよ、簡単には。ですけど問題はですね、ある号機がそういう状態になりますと、隣はメンテナンスも何もできないですよね。例えば冷却できますかってことですね。冷却できないってことは同じ状態になりうるってことを意味するんですよね。それが怖いんですよね。ですからとにかくどの号機も含めて何とかここで収束させるっていうことが一番大事です。あとこのメルトスルーとかっていう状態なんですが、なかなかイメージしにくいですが、このずっと、こちらの話ですか。はい、そうですね。これはですね、これもですから温度との関係があるので、ある人はこんなことはもう溶けるはずがないっていう意見のを寄せている人もいます。ただもともと過酷事故の時ですね、考えてますのは、この溶融物が落ちて冷却に失敗するとコアコンクリート反応っていうんですけど、コアというのはこの溶融物を言います。でコンクリート反応っていうのは
そのコンクリートそのものですね、それで蒸気が非常に大量に出るんですね。これがまたここに充満して、まあ、この圧力上昇したり、それから場合によってガスが爆発したりするんですけど、そのコアコンクリート反応が起こって侵食していくということになると、格納容器も損傷して、この鉄が損傷するとこうつながっちゃいますからね、そういうこと、そういう関係ですね。これがあの下の話です。それでさっき言ったこちらの格納容器シェルのメルトするというのは横ですね。ここが切れて、ここの間にこのコンクリートの隙間が十数センチくらいの隙間があって、こう遮蔽用のコンクリートがあるんですけどね、そこに多分落ちてくるんですね。その時には格納容器が完全にシェル切れてしまう、そういうことになります。何らかの形で放射能が、まあ、出ていることに関してなんですけれど、その原発がまあ海のそばにあって、こういうふうに大量の水が流れていると、事実として流れているということで、そうするとあの、まあ、最悪の場合ですね、放射能がもっともっと太平洋側にあの流出していくという可能性が考えられるんでしょうか。現在でもですね、あの格納容器が特に2号機を破損してるって言われてるんですね。で、損傷の状態がちょっと分からなくてあれですけど、少なくとも格納容器破損してるってことは、あの何らかのこちらの炉心から出てきたものは外に出てくことになるわけですからね。それが問題なんですね。で、まあ水の方に行けば先ほどの例の海水の方の汚染につながりますし、あの空気から行けば大気の方からですね、出てくるということになると思います。ですから、あのいずれにしてもその今のすでに漏れてしまったことがあるんですけど、さらにこれ以上漏らさないようにするにはどこまでできるかと。しかしそれも漏れ続けているのは間違いないんです。程度の問題はあれ、それはあの覚悟しなきゃいけないと思います。小倉さんもいかがですか。海へのその放射性物質のなんていうんですか、なんていうんですか、拡散っていうんですかね、海への拡散っていうのは、原発の建屋からのその海への拡散と同時に、すでにその原発を中心にして何キロという広い範囲にあのまあばらまかれたあの放射性物質ですね。要するに土壌に撒き散らされた放射性物質が今後その雨などによってあの流れてですね、もう広い範囲に溜まったというか振りまかれたその放射性物質が、要するに海に向かって、結局は海に向かって雨水は流れるわけですから、まあ、どこからということではなくて、最終的に海にあの流れるだろうと。で、そうしますと、やはりそういうことはずっとこれから先長くですね、続くんだろうと思います。だから、原子炉から漏れないからいいとか、漏れるから大変だっていうこともありますけれども、あの海へのその放射性物質の拡散を防ぐことは、まあ、もう至難と言いましょうかね、もうほとんど不可能に近いぐらい至難だと思います。何らかの形でそれをこう止める、あのより少なくする手立てというのはある。まあ、あの理論上はつまり地表近くの土砂その他を全部かき集めて、ドラム缶に入れて隔離する。一時なんか、アメリカの爆撃機が、なんか、その、プルトニウムを使った爆弾を落としちゃって、まあ、ヨーロッパの方にですね。そして、その周辺の土を全部ですね、アメリカの方へ持ち帰ったとかいうような、もうだいぶ前の話ですけど、そういうことも聞いたことありますから、だから、理論上はできたとしても、現実にその広い、なんだ、半径何キロっていう範囲の土を全部ですね、表面引っ張がして、
その集めるということは僕は現実的じゃないと思います。海側でなくても、まあ、原発周辺とか今鉱泉地帯が発見されているわけですけど、そういう土壌っていうのは結局最終的にどういう対応が取られるべきなんでしょうか。まあ、チェルノブイリだとこう土を全部掘って移動させたっていうことがあるんですが、今日私がたまたま見ているテレビで非常に専門家と言われている人がですね、それはドラム缶に入れて6箇所に貼っておけばいいんだから簡単なんですよっていう言い方をされていて、えっと思ったんですけど、いやですからそのなんていうんですか、その何て言ったらいいの、理想というか理屈っていうんですかね、理屈は作れても実際にそれを実行できるかというのはまた別の検討がいると思うんですね。理屈が、ね、作られてもその後のそのなんて言うんでしょうか、規模だとか、それからまあ費用だとか、そういうことも含めて考えると、それが本当に現実的にできるのかどうかっていうその判断に結びつくんであって、それはまだこれから先の話だと思いますけどね。実際にやるかやらないかとか、やる場合にはどの範囲までやるのかというようなことを具体的にですね、詳細に詰めていく必要があると思いますけど。処理という意味は、まあ、隔離ですね、はい、そうですね、理屈としてはできると。ただ現実的にどこまで我々の、まあ、なんと国家の力としてそうどこまでできるかっていうのはまだクエスチョンマークだと思います。私のイメージなんですけど、海水に、まあ、で放射能見つかったと。これはですね、例えば石油がですね、海に漏れてタンカーの事故とか、この前メキシコ湾で、ね、油田がでリングがやられてですね、その配管から壊れて流出しました。でそういう石油が海に拡散した時の話ですね。そうすると油回収船というのがあって、一応こう走って取るんですね。でもちろんできるだけ取ります。ですけどどういうことかっていうと、技術的にはね、例えば船がある幅あったらこの性能 90% 以上の効率で取りますっていうんだけど、まあ、その範囲においては 90% ですけど、考えてみるとそれ通った後希釈してまた薄くなって油の層がまたね元に戻って、そこにまた船が通ると、そういうことの繰り返しなんですね。ほとんどこう無限にやるというんですか、そういう、つまりこれは、石油であろうと放射能だと同じなんですけど、一旦出てしまったものですね、環境に出てしまったものを拡散元に戻すことは不可能なわけですね。ですから拡散してしまったものに対しては努力はするといっても、所詮はですね、もう出たものは無理なんですよ。放射能も同じなんですね。出たものはどんな頑張っても無理です。環境から除去できません。そうするとそれに対してなるべく接触する時間を減らすとか、なるべく、ね、そう気をつける以外に手立てがないんですよね。だからましてその海の環境とかですね、生態系に入った時にはこれとんでもない話になるわけですよね、いろいろということが心配されるわけですね。ですからやはりなんとかこの、できる限りですね、何段階かのところで外に出ることを防止する努力をするしか手立てがないと。しかしながらくどいようですけど、少なくても技術的に格納しようとした格納容器が破損状態にあるということは、少なくとも一番メインの壁は突破されていると、そういうふうに理解せざるを得ないということなんですね。でその最悪の場合でなくて、もしその安定したというか、そういう状態っていうのは今のも状態でずっと推移していくっていうふうに考えていいんですか。その、まあ、爆発しないとか臨界にもならないという意味で、今のバランスが正直わからないんですね。
出てくる熱量とこの冷やしてくるこの状態によって、それで外中からですね、どれだけの量の気体なりガスが出てるかとか、それが出てる、その出てた分だけ外に当然出てくるわけですからね。そうするとその炉心から出てこの量、それで出てく放射能、それがどのくらいの量かということだと思うんですね。安定していってってことは、はい、それはすごくデータをちょっと調べないとわからないところで、むしろ知りたいんですけど、今の状態では大量にものすごいものがバッと出てるってことはないでしょう。ただずっとある一定量のものが出てる可能性は濃厚だと私は思っています。はい、で多くの方が最終的に石棺っていうことが言われているんですが、もうすぐに石棺にしちゃえばいいんじゃないかというようなふうにお考えの方がいらっしゃるんです。その点はいかがでしょうか。そういうご質問が何回かあるんですけど、やはり熱をずっと取り続けますから、冷却システムを維持したまま石棺にするっていうしかないんですね。で、それ結構大変な作業です。周りの放射能の問題もありますし、構造物を作る時の手間、多分日本は結局そういうの結構検討すればですね、現場で作らないである大きな構造物にしてボッと持ってポンと置くようなね、プレハブ式っていうんですかね、そういうイメージのことを考えるだろうと思いますけど、それでも漏れない容器作るのは大変なんですね。簡単じゃありません。で、その何らかの収束に向かっていくときに、そのどういうような作業が必要になっていくんでしょうかという、その方法もあるのでしょうかも含めてご質問が来ているんですが、小倉さん、そのどういう状態を収束というのかが難しい。福島の現場がどういうふうにこう変化していくのかっていうことにまだ不確定なところがあるんですけれども、一つのその先例としてはチェルノブイリ事故というものがですねあるわけですね。そしてあれはもうすでに理想的かどうかは別として、石棺がすでに設置されていると。ですからその石棺を設計し施工したその先例をよく学んでですね、それのなんていうんですか、もう少し改善した方がいいとかいうことをがあれば、そういうものを付け加えて日本福島にあった石棺を設計していく、そういうことが必要だと思うんですね。それでチェルノブイリの場合にはですね、非常に難しいものですから、いろんな条件を満たさなければならないということで、一つの案だけでは危ないということで、国際的に設計のコンクールをやってですね、いろんな国ですね、ウクライナとかロシアとかベラルーシ、フランス、イギリス、ドイツ、イタリア、その他の国から全部で394の設計の応募があったそうです。で、その中からですね、19の案をまず認可して、そしてその後の公開の市民審議によって 6つの案を選定したと。これはさ、そしてそういう何段階かのですね、なんていうの、スクリーニングって言いますかね、選抜をして、そして今の石棺ができている。 つまり非常に慎重にですね、石棺っていうものを作ってるということです。それでしかもなおかつ石棺が理想的なものではないという、そういう状態なんですね。ですからやっぱり福島の場合もですね、最終的にそうやって要するに封じ込める石棺を作るのは結局もう
これ以上もう放射性物質を外界に出さないというためのものですから、あれを真似すればいいということではなくて、あれを踏み台にしてですね、もっといいものを考える必要があると。だからそれはまだこれから先検討すべきものだと思います。それで今、これは事故のチェルノビリ原発の4号機で石棺の状態なんですけど、すでにここでも次の石棺を作らなければならないというふうに言われてるんで、その辺はなぜ。まあ物の寿命ですよね、建物の寿命なんですけど、多分そのこういう特殊な環境下でね、こうやったもので、まあ腐食、金属類の部分が腐食するでしょうしね、コンクリートも、どういう程度のものになってるか分かりませんけど、まあ傷んでくるんでしょうね。でそうするとやはり作り変えるということが当然あり得る、特にどっか漏れてくるとかですね、そういうことになるとあり得るんだと、そういうふうに思います。まあ、その石棺というのはもう相当、福島の場合は相当もっと後の時間になってからっていうことでしょうか。ただ、いやそういうふうに考えたいんですけど、放射能の漏れ量をですね、今の現在となって今後もですね、あそこで出てくる量がほとんど本当にないのかどうかですね、ほとんどないのであればね、そう焦ることはないんですけど、ずっと出続けてるということになりますと早く作んなきゃいけないということになりますね。今日新聞報道でその、福島の場合その建屋がなくなってしまっているので、その布のシートというふうなことが報道されていた部分があるんですけど、そういう方法というのは効果というかその機能的に大丈夫なんでしょうか。もちろんそのとにかくなんてシートであれ何であれ、外界をとの いわゆるそのなんていうんですか、空気のその出入りを遮断する、そういうその膜であれ隔壁であれ、早くできるならばやりたいですよね。ただ今のように外から散水して、いる状態では無理ですよ、不可能ですよね、散水してる時はね、外からなんとか鉄骨がね、ああいうふうに邪魔をしているところだと、それで線量が高いと人がホースの先を持ってってですね、プールの中へ、燃料プールの中にいわゆるルートを作る、配管とかホースによるルートを作ることができないで、ああいうふうに建物の外から水を降り注ぐというような状況においてはそういうシートとか隔壁はできないわけですから、だからある程度そういう強制的な冷却をしなくてもいいぐらい冷却が進み、温度が下がり、つまり自然放熱でも発熱量が十分その何ですかね、バランスできる状態になれば、そういうシートとか隔壁とかでできると思うんですね。で それはその段階で、までに、その段階っていうのはかなり先の話ですから、それまでによく考えて、例えば破けない鉄骨の上をカバーしても破けないようなシート、材料構造のですね、そういうものはまあ多分できるんだと思いますよ、ね、日本のそういう技術を使えばですね。ただそれはまあね、今すぐじゃなくて、でも例えば今これ4号炉ですけど、そうですね、そうですよね、まあ、パイプ仮設のパイプとかね、でホースでずっとプールのそのところまで、プールのそのへりまで持ってって、それでもうそこのホース以外のところをその包めるようなね状態になればできると思いますけど、うん、
にあの、その冷却しなければいけないとか水を注入しなければいけないっていうこととその覆ってしまうっていうのが矛盾した矛盾して要求矛盾したことですね、はい、隔離することと何かをすることの矛盾ですよね、はい、そうですね。でも空いてれば放射能は出ていってしまうということで、それと石棺を仮に、はい、まあ何ヶ月後かな、何年後か後にあのやったとしても、まあ、チェルノブイリの例ですと、いずれはそのいわゆる燃料をそのそこの場所に永久に置いとくわけにいかないから、はい、取り出して永久保管するところへ移さなければいけないということを考慮してるんですよ、はい、あちらの石棺はね、はい、だからそういうでまだそれは解決してないんですね。あのチェルノブイリにおいてもその点についてはつまりあの現場からそのぐちゃぐちゃになったあの燃料をどうやってその取り出してそして最終処分場といいましょうか保管所へも持っていくかというようなことは未解決の問題として残ってるわけですね。だから福島もそういう問題を将来に抱えているということだと思います。それであの、まあ、チェルノブイリ原子炉1個しかなかったんですけど、ここ、まあ、今1号機から4号機まで4つもあってですね、そういう意味でもその作業っていうのはあのちょっと想像できないような、まあ、困難があるように思うんですけど、はい、あのまあそうですね、あの数が多いっていうのは一つには手の問題としても大変ですし、はい、今あのいわゆるシステムが全然生きてないわけですね。電源制御室に電気が入ったといっても他のモーターとパフォームとかそういうものが動いてるわけで必ずしも動いてる保証ないわけで、そうすると、まあ、一つごとに一号のごとにやらなきゃいけない。すごいですこの写真は、はい、3号のですか、これ3号と4号です、これいつの最近の写真ですよね、ちょっと前ですかね、はい、ちょっと3号炉4号炉ですね、はい、ですから、まあ、この形今、まあ、よく見えません、ね、下の方が分かんないんでね、原子の状態をともかくしてこれだけ見たらもうちょっとあの本当に異常だと言いますかね、あの壊滅的な損傷をしているという日は見えないんですよね、はい、ですから、まあ、格納容器圧力容器がもし仮に健全であるとしたら、はい、奇跡ですよね。そういう感じがしますね、はい、これから見た感じがね、はい、そうですね、うん、もうそうですね、はい、ですか、これが今2号機ですね、これは2、はい、3、4という感じなんですが、ね、ですからあの、まあもし原子炉の状況がそうなんですけど、その、1、2、3号機は燃料プールの方もあるので、そういう意味でやはりその困難性というか、それでだから燃料プールも先ほどのようにその冷却ってことと覆うって話があって、はい、でそれが無理であればなんとかのね途中でなんとかあのまま燃料を取り出してねどっか持っていけないかとかそういうことも当然考えるわけですよ、可能かどうか、ね、だけどこれもうクレーンも壊れて、いやだからそれはそんなとそうロボットとかなんかやるに決まってるんですけど、はいはい、長期的にはそういうことも考え検討の内容になると思うんですよね。でどっちがいい、チェルノブイリみたい、あどうぞお願いします。はい、あの燃料を他に持っていくということは、まあ、あの最終的にはね、まあ、目標としてあるんですけれども、あの例えば六ヶ所村に、使用済み燃料を運ぶときはどういうふうにしているかというと、いわゆる燃料プールが健全な場合ですけれども、はい、要するに水深12メートル、まあ、約12メートル、その燃料プールの底に4メートルの長さの、燃料を、ね、燃料集合体があの、はい、あの保管されていると、はい、そして水を張ったまま、つまり燃料のトップよりも8メートルの水の厚さがある状態で、そしてプールの端に燃料移送キャスク、キャスク、キャスクをこう沈めまして、はい、そしてそこの燃料集合体をそのもあの燃料交換器でもってですね持ち上げて、そして絶えずその移動する時にも、
移動している最中でも燃料集合体の上に4メートルの水深があるようにして、はい、放射線を、遮蔽し水の層で熱い水の層で遮蔽しながら、移送キャスクの中へ収めると、はい、そして蓋をして、はい、そしてキャスクを持っていくと、はい、そういう手順を踏まないともう放射線が強くて危険でしょうがないわけですね、はい、ところが今はそういう燃料交換器が使える状態ではないと、はい、でしかもその何て言うんでしょうかね、まあ、水もねどこまであるかわからないし、だから今の状態では燃料に手をつけることができない状態なんですよね。だから燃料プールが健全になり燃料交換器がまあ新しいものにするとか、もうとにかくいろんな条件が揃わない限りは燃料に手をつけることはまずできない。まあそれは先の話ですけどね、とりあえずは冷却をして放置しても強制冷却をしなくても安心できるところまでその使用済み燃料の温度が下がるという、はい、で発熱量が下がるというところまで安定して持っていくということがもうやっぱり真っ先にやることだと思います、はい、まあ、4号機特に全炉芯がこちらに移動プールに移動しているということで発熱量が高いんですよね。でなんか私なんかだとその冷却しないプールっていうのはちょっと普通考えられなかったわけですけど、そうすると相当な熱量の低下がない限りはまあ水の上からの注水とかそれしかないですね。そうするとどうやってもこれ覆いをかけてしまうなんてことは考えられないということですね。だから前提がある程度の安定、もう少し安定した冷却システムがね、はい、水設もできて放水なんかしなくてもいいような状態、そのになってからの話、それからの手立てですね、はい、それは間違いないと思います、はい、ですからまあちょっとそう、まず事態の進展、まあ、何しろ原子炉 の、まあ、安定した冷却と状態を、まあ、考えないとっていうことですね。昨日の何て言うんですか、集会でもちょっと触れたんですけれど、はいはい、電源が回復しましてね、はい、そして燃料プールポンプっていうのは原子炉建屋の最地下階ではなくてかなり上のフロアにありますから、はい、電源が回復すればまあ使える可能性があるんですね、燃料プールポンプ。あー、はい、プールのポンプは、ですからそのシステムが地震でもって、まあ、致命的な損傷をしていなくてですね、はい、使える状態に復帰できれば、そうすれば外部からの散水をしなくても燃料プールの冷却ができるようになりますから、そっちもある程度ですね、はい、検討して調査して できれば使えるようにする努力をした方がいいと思います。もちろんね、東京電力もそういうふうに頑張っていると思いますが、やはりどちらも冷却が大切っていうことですね。すいません、はい、はい、どうぞ、はい、例えば東電なんかはね、要するに外のやっぱ線量が高すぎて、それで要するにそういう調査ができない、で景気もちゃんと働いてるかどうか分かんなくて、その中央制御室にいてもね、線量が高いので、その結局もうそこの要するにどれだけその例えば水位があるのかとか、プール使用済みにねどれだけあるのかっていうのも分からない状態っていうのがずっと続いてるんですけれど、まあ、それが要するに元に戻ればその応援もできるし何もできるっていうことなんですけど、それが分からない状態の時にこう何かこうやりようがあるのかなっていうのを思うんですけど、そこら辺いかがですか。だから先ほども申し上げましたように、圧力温度圧力容器の中、格納容器だってそうなんですよね。データがどこまで正しいかっていうのは、そのセンサーの生きてる状態、それからそのデータ信号をですね捉える、ちゃんと生きてるかって、そういうことと関係があって、 ですからそれがある程度もし信憑性がないならば、
それを、何らかの他の手立てですね、推測も含めてやっていくしかないんですよね。ですから、今の対策を取るというのは、まさにおっしゃるように、どうやってその状態を考えるか、こうだと断定できるかという、そういうことにまさに関わっていると思いますね。それは非常に技術的に難しいところを、慎重に確認していくしかないと思うんですね。小川さん、小倉さん、いかがですか。小川さん、失礼いたしました。東京電力も、まあ、データもよく分かってないみたいな、ということなんです。いや、その、ご質問ね、懸念される通り、私も同じですよ。私も同じ、同じです。はい。またありますですか。はい。まあ、今日あとはご質問、今日はこのくらいでいいかなと思って、はい、よろしいですか。じゃあもう一つ、はい、あ、どうぞ。じゃあ冷却についてなんですけど、はい、まあ、政府の方がもうこれは年単位になるだろうという発言をしているので、ただ要するにこのままの状態で、例えば放水したままの状態でね、その年単位でちょっと考えられないと思うんですけれど、それでまあさっきおっしゃってた通り、その放水しながらその覆いをかけるとかね、それを矛盾した話なので、実際にこのままの状態でその年単位で果たして本当にその冷却できてね、収まりがつくような状態になるかどうかということをですね、改めてそのお伺いしたいんですけど、そこら辺いかがですか。おっしゃるように、当然ですね、今のやり方をずっと維持なんかできないんですよ。ですから電源が回復したし、他の今まで生きたシステムがどうだとか、プールだってね、プールの冷却系が働くかどうかを検討してるでしょ。ダメだったらそれを後から時間かけても付け足してね、掃除として仮設用のなんかポンプやモーター持ってきてどっかに置いてやるとかね、そういうことまで考えなきゃいけないと思うんですよね。それでそういうことをやりながら、その後の対策を並行してやるとです、まさに本当に数ヶ月、ね、年単位で動かしていると、そういうことになるんじゃないかと思いますね。あとですね、ロボットを開発すると、つまり被爆してもですね、大丈夫なロボットを開発して、そのロボットに作業をさせて、そのなんとかそのプールのところまで水を送るなんかパイプとかなんかをですね持っていくっていうのね、それはまあロボット開発も進んではいるけど相当時間かかると思うんですけどね。あとはですね、あと考えられるのは人間が入る鉛の箱、要するに非常に厚い鉛の箱で部屋っていうか箱を作りましてね、そこへ人間が入って、そしてまあそこに何て言うんでしょうかね、車かなんか、まあそこ難しいですね、いずれにしてもね、そこに入って、向こうの近づいて作業してまた戻って、その箱を戻すというね、まあアイデアはあっても使えるものにするっていうのは難しいと思う。ロボットについてなんかサクリファイスのところでロボットが結局その放射線量が強すぎてセンサーが壊れてしまって使い物にならないので結局人間が送り込まれたっていうようなところがあったんですけど、ですね、ロボットこういう極限のロボットってあるんですけど、通常やるのは対放射線だから放射線に対してシールドしたシステムを持っていることと、あと防爆ですね、爆発に対して耐える、大体その2つの機能を持ったものが必要なんですね。それはですから、もちろんその今あるものがあったとしてもそういうふうに改装したりですね、そういうことも含めてあるので相当な時間がかかるのは間違いないと思いますね。ということと、もう一つはやはりロボットというのは万能じゃないので必ず人間が作業はどこか入るわけですね、はい、それは避けられない。ただそれを長時間そこにいなくていいように、まあ、ロボットをメインにしてなるべく人間の被曝を少なくするというのはまあ当然必要なことだと思います。ただそれにあんまり過度な期待をかけるのは難しいと思いますね。被爆がそんなに完全になくなるというわけにいかない、うん、でもそうすると何年、まあ、年単位の冷却というような作業にまあ、作業員の方が携わらなければならないということになりますと、今、まあ
サイトにいらっしゃる方ももう相当な被爆されていると思うんですね。そうするとその作業がもっともっと長引けば、まあ、たくさんの作業員の方が必要になるっていうことになると思うんですけど、そういうことが可能なんでしょうか。よくわからないですけど、その可能かどうかわかりませんけど、我々はその原子力とね一緒に生きていくっていう決断するならば、一人一人が覚悟して、そうやって被爆覚悟でね、どれくらい浴びすみんなでそれをね作業するっていう、そういうそのくらいの覚悟を持ってなければできないと思うんですよね。でまさにそういう問題はですね、それが本当にそういうことが本当に嫌な方は原子力をもうちょっと真剣に考えていただきたいと、そういうふうに私は思います。小倉さんいかがですか。その現場にずっと携わっていらしたんですか。そうですね、私もそのなんていうんですかね、その5分ぐらいで、まあ、予定の被曝量を浴びてしまうというようなところへこう入ったこともあります。だからそれはでもその重要な危機であって、そこの例えば損傷の状況、例えば故障したものの状態を調べるためにどうしても近づいて調べなければならない、要するに避けられない作業なわけですよ。だからそういうそのこと、つまり被爆ということは必ず付きまとう、したがってそこで長いこと細かい作業ができない、そういう条件っていうのは原子力以外ではほとんどないんですね。まだ他にないと思いますね。だからその違い、原子力特有のそういう欠点っていうんでしょうかね、原子力の欠点、特有の欠点を、これは原発だけではなくて六ヶ所村でもしかり、ですね、それから、まあ、あと、まあ、原発ではあるけど文殊でもしかり、なんかトラブっても現場に人間が近づいて本当に調べたいだけ調べることができないっていうような、そういう産業っていうのはやっぱり原子力以外ないと思うんですよね。だからそういうことで、そういう産業をやってってですね、いいものができるのか、これから先改善しようと思っても肝心の壊れた箇所の調査ができないというような、そういう工業というか産業というんですか、そういうものを今までの、つまり産業、他の産業は確かに失敗しては改善を加え、失敗しては改善を加えといってどんどんその、高度な装置や技術を開発してきたんですけども、原子力はできない、その点をやっぱり認識してですね、原子力をこれから続けることがいいのかどうか、やっぱりそこの違いですね。放射能の存在というものをもう少し深くこう考えてから今後どうするかっていうのをね、みんなで話したらいいと思うんですよね。それ抜きにしてね、なんか昔のなんか教訓みたいに失敗は成功のもとだとか、そうやって失敗を繰り返しながら我々はの文明は進歩してきたんだとかね、そういう単純な理屈をね、判断できないと思いますよ、原子力については、はい。フィードバックっていうんですかね、要するに経験を新たなところへこうフィードバックするっていうことがしにくい、ある場合はできない、そういうものだと思います。私もちょっと同感なんですけど、もう一つはですね、もう一つの切り口は今被爆の話がありましたけど、目に見えないんですよね。でそのリスクっていうものが、危険性っていうものが確定しないんですね。低線量被爆ですと、
いつ誰がどこでがんになるか分かんない。しかし多くの人がこれだけ被爆するとそのうちの何パーセントかの人ががんになる、そういう関係です。しかも10年20年後ということはですね、顕在化って言いますが、目に見えない危険としても分からない、後で結果としてあの人とあの人は死んだのはもしかしたら統計的に見るとこういうことから死んだ、そうするとそれはこの世界の死、そういう関係なんですよね。でしかもですね、そういう不確定性があることと、もう一つは、さらに被爆っていうことが分からないんですよね。線量がいくらって言ってあたかも分かったことと言いますけど、あんな点ある広域のですね、点のスポットで取っといて、そこに放射能のある非常に強いものがそこにあったときに分からないんですよ。我々は一人一人がセンサー持ってればいいんですけどね。一例申し上げます と、台湾でしたか、シンガポール忘れましたけど、建物の中に間違って鉄筋にその放射性物質が入ったアイソトープが入ったやつが入って、その家に住んだ人間がずっと被爆してたっていうのがありましたよね。そういう事件があったんですね。それは非常にそのこう日々線量を浴びてってどうなってるかっていうことは後から分かる。つまりそういうものが環境に出た場合にはどこにあるかっていうのをそんなにウォッチできないっていうのが現実じゃないかと思うんですね。本当に高々ですよ。高々って言っちゃおかしいけど、原子炉の今周りのこういう周りのこういう状態すらセンサーで分かんないんですよ、我々は。広域の環境ですね、空気中だけじゃなくて土壌、それから海ですね、海水、特に、地下水系ですね、そういうものの汚染とかそういうもののデータっていうのはどれだけ信憑性があって取れるのか、そういうものを特に安全との関係を考えながら慎重に見るっていうのはものすごく難しい。でばらつきますからね、時間とともに動きます。で風があったら変わります。であるところは何よ、一見データゼロだった、しかし隣はっていうふうに疑心暗鬼って言いますか、実際そうなんですね。分かんないから心配なわけですよ。でそういうものを持ってコントロールできるって思うのは私はちょっと思い上がりなんじゃないかと、そういうふうに思いますね。ありがとうございました。その台湾の話を私も聞いたときに、なんか普通の人がですね、いつも線量計を持って歩かないといけない、そうですね、そういう社会になってしまうのだろうかというふうに考えたことがありました。要するに被爆していても普通の人は分からないんですね。で例えば放射線従事者という方は、常に測っていますが、もうこういう環境中に出てしまった時に一般の人間にとってですね、線量計はないしカウンターなんかもないし、何もなくて無防備に暮らしている、そういうところに突然放射能が、来てしまっているというのが現状だと思います。今日は後藤さん、小倉さん、どうもありがとうございました。はい、また福島第一原発の状況、今日は第二原子力発電所でも、黒煙が上がったという情報が入っておりました。で、原発状況をまた明日以降も解説していただきたいと思っています。今日の中継はこれで終わらせていただきます。ありがとうございました。